エミール・デュークロックス、エミール・デュクローは、フランスの細菌学者、科学者である、ルイ・パスツールの助手、共同研究者として働いた、カンタル県のオーリアックで生まれた、パリのサン・ルイ・リセ、パリの高等師範学校で学んだ、1862年にパスツールの研究室の助手となった、1865年にツールの大学、1866年から、 クレルモンフェランの大学、1878年からパリ大学で教えた。パリでは農学研究所で気象学の教授となった。パスツール研究所では1888年から副所長を務め、1887年にパスツール研究所企業を創刊し、共同編集者になり、1895年にパスツールの後を継いで、 パスツール研究所の所長をシャンベラン・ルート務めた。パスツールとカイコの薬病の研究、ワインやビールの発酵の研究、フェリックス・アルシメイド・プルシェラが主張する微生物の自然発生説を否定する実験などに従事した。ブドウの中外の対策や、チーズや牛乳の成分の研究や、農学の研究もいった。ペーアンとペルソによって枠蛾から抽出された最初の酵素、 ジアスターゼの命名に関わり、高素名の語尾にアーゼアセをつける観光を作った。1888年にフランス科学アカデミーの会員に選ばれ、1894年にフランス医学アカデミーの会員に選ばれた。著書にパスツールの電気や微生物学のハンドブックがある。最初の結婚の相手は、数学者、シャルルブリオの娘で、 最初の妻の没後イギリス人作家のアグネス・ロビンソンと再婚した。ドレフィウス事件で再審を求める運動の主要な支持者で人権擁護同盟の設立メンバーで副会長を務めた。デュークロックスは植物の学名で命名者を示す場合にエミール・デュークロウを示すのに使われる。オット・ホフマン、オステン・ホフ、エンズイ・マラジー、スプリンガー・バーラグ1954 S8 ありがとうございます。